大人が英語を言うなら、タケルです。英語です。はい、今回も前回に引き続き、大津さんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい。はい。これまでですね、まあ、リモートワーク留学とか、はいはい、フィリピン留学とか、はい、ワーホリについて、いろいろ話を聞いてきたんですけど、はい、これから留学に行くぞっていう人に向けて、うん、留学行く前にやっておくべきことを、この動画でまとめてお話できたらなと思います。これやっといた方がいいこととかね、いろいろあると思うんですけど。日本のね、あの歴史を知ろうとか文化を知ろうとか、そういうのもいろいろあるんですけど、うん、やはり留学に行くために最低限必要な英語の勉強だけを、まずはちゃんとやってほしい。おー。コツコツ英語勉強できる人っていうよりは、その人たち日常的に勉強してるんですけど、留学に行ける人って何かの偶然でまとまった時間ができるから留学行こうって人結構多いんですよ。おー。そういう人たちで結構コツコツできない人多くてですね。おー、そっか。行って何とかしようって発想なんですけど。多い。多いですよね。本当に多いですよね。行った先でもっと勉強しておけばよかったっていう風に後悔する人がまさか9割ぐらいいらっしゃる。確かに。というので、留学行く前に、本当最低限必要な英語の勉強をやっておくべきだなって思ってるんですけど、うん、僕らスクールビズですと、そこに関しては、プレ留学っていうサービスを提供していて、うちで留学に行くお客さんには、まあ、無料だったりとか、お得に使えるようにしてるんですけど、うん、よくあの皆さんオンライン英会話無料で提供しますよとか、レッスン提供しますよってやるんですけど、うん、それすらもやっぱやってくれないんですよね。僕らのお客さんも、皆さん口では、大事ですよね、勉強。何やればいいですか？わかりました。やります。って言って、やらないまま渡航される方がほとんどでして、夏休みの宿題、やるぞって思って、最後に追い込まれてる方は、多分やらないタイプの人たちなんですけど、なんで僕らプレ留学は、パーソナルコーチングって、毎日こう学習管理とかされてたりするじゃないですか。はいはい、そうですね。あそこまでがっつりじゃないんですけど、ちゃんと毎日勉強時間ログを僕らもウォッチはしていて、留学行く人の本当に必要な、そこまでハードル高いプログラムじゃないんですけど、そこをちゃんと毎日学習、30分はこれやってくださいね、みたいなものをやってるかなっていうのをちゃんとウォッチしてたりとか、あとはちゃんと週に1回講義を提供して、本当に留学のために必要なシチュエーションイングリッシュを教えたりですとか、そういうところをこうやってるのと、まあ、あとはプラスアルファですけど、一緒にこれから留学に行く仲間がそこにいっぱいいるので、それ結構皆さん友達作りとかにも使ってもらってるかなっていう気がします。プレ留学っていうだから仕組みがあるんですね。あ、そうです。プレ留学っていうプログラムの名前にしてそれ提供してるんですけど、まあ、でもやっぱり英語が一番必要だなとは思いますね、うん、今の英語力に満足ですか？英語力を上げて転職、就活、留学を叶えよう。無料カウンセリングでお待ちしてます。森田さんだったら何が必要だと思いますか？英語力はまあダントツだと思いますね。まあ本当に足らないでいく人が圧倒的に多い、特にリスニング力、聞き取れないっていう人が圧倒的に多いと思うので、普段ね学校で習ってたとか教材でとかで全然違いますから、喋り方だったり、それぞれ一人一人の喋り方も全然違うし、それができないっていう人がまあ一番多いんで、そこですね。まあ、でリスニングができない理由のうちのもう一個は音だけじゃなくて単語力とか表現知らないっていうのも、これもものすごい多いので、はい、この2つが足りないっていうのと、あとはコミュ力いやコミュ力難しいな。でも本当にやっぱりね、恥ずかしいとか縮こまっちゃう人多いんで、MBTI でしたっけ、はい、あれの I の人ね、内向的な、そうです、インプロバートの人はなかなか大変なんで、僕はあの別人に変わることができるんで、先生の仕事する時とか、海外に行く時とかっていうのを別人に変われるので全然困らないんですけど、変われない人は大変だと思いますね。確かに確かに。あとやっぱり TOEFL とか IELTS とかのスコアを向こうで取ってから正規の大学に入ろうとしてる人とかは、結局語学学校行ってもやんなかったり、語学学校行く前にやっとけばよかったっていうふうに思う人やっぱすごい多いと思うんで、まあ、日本でもできるんだから、日本でねできるところはやっておこうよっていうね、これは本当にもうそうなんですよ、っていう話をして、そうですよねって分かってんのに、みんな全然勉強しないので、僕らはある程度半強制的にちゃんとやりましょうっていうプログラムにしたんですけど、向こうに行ってから中学校レベルの英文法とかやり直す人がやっぱすごい多いんですよね。それやっぱすごいもったいないなって思うので、ぜひ皆さん、自分でね、独学でコツコツできる人は、それで OK だなと思うんですけど、正直な夏休みの宿題は最後にやってたなって人は、ご注意ください。まず、武田塾イングリッシュでも、TOEFL とか IELTS の対策コースは、
やってるので、そっちを取りたい人はね、竹田塾イングリッシュで無料カウンセリングしてますので、お越しいただけるといいかもしれません。はい。あとは、個人的に僕、料理がすごい苦手なんですよ。留学して思ったのは、料理やっとけばよかったなって思いました。ああ、そうですね、はい。英語だけはやってたんですけど。はい、はい、はい。自分でアパートメントとかで自炊とかをすると、日本食の作り方絶対覚えておいた方がいいですね。驚異的に僕、料理が苦手でして、はい、はい、はい。やるとね、毎回やけどしたりとか、なんか起きるんですよね。はいはい、それがもう嫌でやりたくないって思いが強いんですけど、はい、日本食を作れる人とかってやっぱ友達すぐできたりするんですよね。うーん胃袋掴まれてますね。そうなんです。なるほど。だからね、英語できないんだったらせめて料理やっちゃう、ね、目的がよく分からなくなってきました。でも料理できればそこで友達できて英語力上がるはずなんで、はい、間違いない。コンパーティー三昧それはね結構おすすめですね。確かに、はい、あともう一つも言ってましたけどね、こう日本のことを知るとかね、もう大事かもしれないですね、うん、日本のこと聞かれるんで、聞かれた時にちゃんと答えられるようにね、日本について勉強しておいた方がいいかもしれないですね。はい、間違いないです、うん、ということで今回は大津さんに留学行く前に何やっといたらいいのっていうことをね聞きました。プレ留学ね、ご興味がある方はぜひ、はい、概要欄にリンク貼ってありますので、そこからご覧ください。それでは大津さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。